こんにちは。海賊王にオペラ歌手。こと、元懸賞金4545億、一個、バソルビュー、キリ、ディ、ん、デトー。はい、ということで、今回は、ワンピースに出てくる、あの海賊のモデルになったと言われている、過去に実在した最強最悪の海賊たちをご紹介していきたいと思います。では行くー。エドワード・ティーチ。海賊の黄金時代と言われている、1700年代にカリブ海を荒らし回った伝説の海賊、エドワード・ティーチは、現在多くの人が海賊と聞いて思い浮かべるであろう、体中にナイフや銃を複数身につけ、髭を生やした男といったシルエットの元になっています。世界的に黒ひげの愛称で広く知られている彼は、髪の毛と見間違うほど長い髭を生やしていたのですが、その髭の毛先に導火線をくくりつけて煙を上げるという異様な行動をしているため、こう呼ばれるようになったそうです。彼はもともとジャマイカを拠点にしていた海賊ベンジャミン・ホニー・ゴールドの部下として活躍し、後に自身の海賊船となる船の指揮を任されていたのですが、ホニーゴールドの引退を受け、海賊団を引き継ぐことになったそうです。1716年から1718年の間、エドワード・ティーチは40門の大砲を積んだ海賊船クイーン・アンズ・リベンジの船長として、カリブ海周辺の島々や商船を襲っては、竹や食料などを奪い、万行の限りを尽くしていました。その際、少しでも抵抗する者は見せしめとして容赦なく殺害していたのですが、おとなしく指示に従った者に関しては一切危害を加えずに解放していたそうです。そうした略奪行為を至るところで繰り返していたエドワード・ティーチの海賊団は、バハマ諸島に拠点を2カ所も構えるほど大きくなりました。ですが、その頃海賊たちによる犯罪が激化したことが原因で、世界的に海賊を退治する動きが強くなり、例に漏れず黒ひげもその対象になってしまいます。彼はノースカロライナ州のオラコーク湾でイギリスの軍艦パールと死闘を繰り広げ、重傷を負いながらも破壊の限りを尽くしていましたが、最後はパールの艦長によって首を切り落とされ、海賊としての生涯に幕を閉じます。その後、大海賊の首を取ったことでますます力をつけていった海軍は、その後も多くの海賊たちを壊滅に追い込み、ついにはカリブ海から海賊という存在が一掃されてしまいました。結果として黒ひげの死は、海賊の黄金時代を終焉に導く引き金となってしまったそうです。ちなみに黒ひげは自分の死を悟っていたのかはわかりませんが、イギリス海軍との戦いの前に自身が所有している財宝をカリブ海のどこかに隠したそうです。ちなみに漫画ワンピースでは、実在の海賊の多くの設定を取り入れていることから、もしかするとワンピースの最終回は、あのドン・クリーク率いるクリーク海賊艦隊の第二部隊隊長、鉄壁のパールが黒ひげの首を切り落として海賊王になるという展開が待ち受けているのかもしれません。信じるか信じないかは栄一郎次第です。バーソルミュー・ロバーツ。5000万ポンドにも及ぶ品々を略奪したと言われている大航海時代最後の海賊バーソルミュー・ロバーツは、元奴隷船の船員から海賊になった男です。彼は1719年に西アフリカ沖で海賊に捕まってしまうのですが、自ら手下に加えてほしいと名乗り出ていこう、有能な働きぶりが認められ、船長にまで上り詰めます。彼は海賊として経験が浅いにもかかわらず、要塞化された都市を陥落させ、あまたの品々を略奪するという成功を収めました。そしてその後もロバーツの快進撃は止まらず、たった4日間で16隻ものフランス海軍の船を捕獲したり、小型の船で20隻もの船を強奪したという伝説を作り上げています。その際、バーソルミュー・ロバーツは、捕獲した船の船員ら一人一人に、今まで船長や司令官に不満はなかったかと聞き回り、彼らが部下に苦痛を強いていたということが分かると、船員らの目の前に引きずり出し、公開処刑を行っていたそうです。そうやって手に入れた大量の船は、大西洋に配置し、周辺諸国の海運を麻痺させるのに活用し、付近を通過しようとした船を片っ端から襲いました。ですが、1722年にもなると、海賊という存在自体が衰退していたため、イギリス海軍に狙われることになり、激しい砲撃戦の末、拡散式の砲弾を受けたロバーツは、ほぼ即死に近い形で戦死し、4年間という短い海賊人生を終えます。また、他の捕まった船員らは、後に大規模な海賊裁判にかけられ、奴隷として売られるものや、公主刑に処されるものが大量に出たとのことです。ちなみに、ロバーツは海賊としては珍しく、規律を重んじる男だったそうで、賭博を禁止したり、消灯時間を8時に決
決めたりといったような規律を作り、船員に厳守させていました。またバーソロミュー・ロバーツはその後天才科学者によってサイボーグに改造され、口からレーザービームを発射するようになり、時の権力者とお馬さんごっこを楽しむようになったというのは嘘です。フランシス・ドレイク、スペイン人からドラゴンを意味するドラコと呼ばれ恐れられていたフランシス・ドレイクは、天敵であるはずの海軍、しかも提督を兼任していた異色の海賊です。彼は1570年代から西インド諸島を中心に海賊活動を開始し、財宝を運ぶ船を襲撃しては金や銀を強奪し、多額の富を得ていました。1577年には海賊船ゴールデンハインド号を機関に5隻の船を引き連れ、世界一周を目的とした旅に出るのですが、途中で裏切り行為を働いた者が出現したため、ドレイクは自らの手でその裏切り者を処刑するという何とも言えない事態に陥ります。その後は何事もなく航海が継続され、なんとか世界一周を成し遂げ、道中で格安で手に入れた香辛料などを売りさばき、当時のイギリスの国家予算の3倍近い60万ポンドという大金を手にします。また彼の旅には現在でいうところのスポンサー制度が取り入れられており、その中にはあのエリザベス女王もいたそうです。ドレイクは女王に30万ポンドという多額の配当金を渡したことで、イギリス海軍の中将に任命され、名誉ある勲章を授与され、一時期は市長としても活躍していたのですが、スペインとの国交が悪化したため再び海に戻り、海賊としてスペインの船団と戦いを繰り広げます。1588年に行われた後にアルマダの海戦と呼ばれるイギリス海軍とスペイン海軍との戦争では、艦隊の副指揮官として指揮を取り、火をつけた船に敵を特攻させるという海賊らしい戦法を取ったことで見事勝利を収めました。この功績が称えられ、イギリス海軍の提督の地位につくことになったのですが、1596年にパナマで偵察を行っていたスペイン海軍の船を探している最中に赤痢により55歳で亡くなってしまいました。その際、彼の遺体は棺に入れられ追葬されているのですが、現在でも一攫千金を狙うダイバーが彼の棺を探しているらしいです。そしてドレイクが取り入れたスポンサー制度に着想を得て始まったのが、あの YouTube チャンネルメンバーシップであるという妄想をしました。ベンジャミン・ホニー・ゴールド、海賊としてわずか2年間しか活動していなかったホニー・ゴールドは、黒ひげを筆頭に現在でも名の知れている有名な海賊たちを多く育て上げました。1716年から1717年の間しか活動していなかった彼は、小さな小舟から海賊業を始めているのですが、たった1年で6隻もの船を強奪するという手腕を見せています。そのため海軍はもちろん他の海賊にも恐れられていたのですが、ホニー・ゴールド自身は非常に温和な人物だったそうで、商船を襲った際には部下が落とした帽子の代わりになる帽子だけを要求したといったものや、ラム酒を奪うためだけに他の船を襲うといった変わったエピソードが多数残されています。これは必要以上のものは奪わないという彼のポリシーがあったためだと考えられています。しかし一方では、その反動から悪名高い海賊たちを生み出してしまったとも言われています。彼は海賊業から足を洗った後、一人静かに余生を過ごしていたのですが、かつての同業者がイギリス海軍にいることを知ると、ホニー・ゴールドも海賊を討伐するため海軍に協力するようになったそうです。そんな数奇な運命をたどったホニー・ゴールドの最後は、貿易のためメキシコに船で向かう途中、暗礁に乗り上げ水死するというあっけないものだったそうです。はい、ということで今回こんな感じなんですけど、この動画を見て海賊王にオペラ歌手と思ってオペラ歌手を目指すことにした人は、パートごとにテノールは高評価、アルトはチャンネル登録、ソプラノはツイッターのフォローよろしくです。終わりー。はい、ということで顕著タイムなんですけど、実は僕はですね、ワンピースをここ3、4ヶ月ぐらいずーっと読み続けてて、で、しかもちょっと変態的な読み方でですね、最新のワノ国編から、どんどん、その章ごとにどんどん遡って読んでいくっていうやつをなんか知んないですけど、やってですね、今やっと、グランドラインにちょうど入ったところから、アラバスタ編までのところを読んでるんですけど、まあ、結構面白くてですね、意外となんか僕も完全に忘れてたんですけど、チョッパーがいた、島いたあったじゃないですか、なんだっけ、なんか冬の島、雪が降ってる。あそこの国をもともと壊滅させたのが実は
広しげ、し、し、白ひげじゃない、黒ひげだ。黒ひげとかね。まあ、そう言われてみたら、あ、そんな話あったよねってことだったんですけど、すげえ忘れてたりとか、もうその時点で、だから20巻とか行くか行かないかぐらいで、もうなんかエースとかの存在をほのめかしたコマとかが出てきたりとか、なんか面白いんですけど、僕的にはですね、なんか今読み返すとどうかわかんないですけど、僕の過去の思い出で、なんか、ちょっと動画でも出てきたんですけどね、ドンクリークと戦ってるあたりが、なんかめちゃくちゃワクワクしてた思い出があるんでですね、まあ、遡るのが楽しみですという感じです。バイバーイ。